今日はですね、ブラジルバクの魅力をたくさん伝えたい、さらにバクの魅力を伝えていこう、お、ね、人気にしたいよ、人気にしたいです。カピバラよりバク見に来ましたって言われるぐらい人気になってほしい。可愛いバクを見てもらう動画になります。動物ってどこ描いたら喜ぶとかじゃなくて、届かない場所を描いてもらえてるから喜んでる。バクたちも描けない場所を描いてあげるとこういう表情になります。これ面白いのが、右側の首元描くと左に傾いて、左描くと右に傾いて、私そこを触るの好きです。ここら辺ね、吐いてると上唇を上げてくれる時があるんですよ。しないと、この歯が見えるところが私好きなんですよ。かわいいね。かわいいです。あと、こういう風に触ってると、どんどんよだれ出てくるんですよ。鼻水も垂れてくる。垂れてきますね。かわいい。ああ、その顔好きです、めっちゃ、私。よだれがすごい。はい。垂れてきますね。滴り落ちる。足上げてます。本当だ。足上げてる。かわいいな、スケイ君。足上げてる。ただ、飼育員たちが、バクを撫でる動画です。スケイ君満足そう、めっちゃ満足そう。やったーみたいな。バクの肌触り、手触り、どんなん？気持ちいいです。いやいやいや。犬より一本一本細くて、猫よりしっかりしてるって感じ。わかりました。まあ僕がいつも例えるのは、キウイか伸びた刈り上げ。伸びた刈り上げになんかこうワックスつけてるか。そうですね。で、僕一番衝撃だったのは、飼育員になってバクを触って、めっちゃ体硬くない？硬いです。めっちゃ硬いんですよ、皮膚が。言われてみれば確かにそうですね。まあ、馬、馬。馬に似てる。うん。体めっちゃ馬に似てる。走ってるときすごいよ。筋肉が隆々とした。やっぱブラジルバクを倒す、ホンダアヤカ。可愛すぎるかも。口角上がってるし、目とろけてるし。これ体長2メーターはないですかね ?180 とかですかね。体重も200キロ近く。顎がでかすぎて。結構硬い木とかでももうバリバリ食べますもんね。こんなトロンとしてる顔なのに。あ、そこそこって言ってる。あ、ここ。倒れそうに倒れ。どっちだ、結構どっちかでこれ立ち上お、おお。かわいい、これ口かわいいっすよね、うん、なんでだろう、横長いから。あれ、ビームのが ここら辺やった方がいいんじゃん、お腹とか。そう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 、こことか。あ、来た、来ましたね。おお。
ちょっと待って、ちょっと待って。はい。楽しみました。楽しみにして。自分の真似しようと。こんな感じでゴロンします。ブラジルバク、あの、バクも。パッと見だとやっぱり大きいから、ね、そんなに触れるのみたいな感じですよね。結論。バクを倒してみてどう達成感があります。いや、バクがかわいいでしょ。かわいいです。バクの魅力伝わりましたか？伝わったと思うよ。どうですか？まあ、ぜひ、あの、伝わったと思った方は、あの、グッドボタン、もう今すぐ押してください、グッドボタン。はい、あと、バク見に来ましたって言われることを願って、バクを見に来てください。そう。ぜひ。近い。こういうところ、可愛かったみたいな、あったら、コメント、よろしくお願いします。